皆さんこんにちは。レック専任講師の木村と申します。今日はインプット完成講座を無料体験ということで、1時間ほど皆さんに、実際にこのインプット完成講座という講座はどのような講義をしているのかというのを、見ていただきたいと思います。だいたい1時間ぐらいの、講義形態になると思います。最後までお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。このガイダンスは調査士の、受験ですね、土地家屋調査士試験を、受験してみようかなというふうに、多少悩まれている方、そういった方に向けたガイダンスということになります。この土地家屋調査士という資格なんですけれども、そこまで、メジャーな資格ではないというのが、現在の状況かなと思います。ということは、受験生もそこまで多くないので、実際に予備校、その受験を、考えた方が、予備校に通って勉強しようというふうに思った時に、そんなにたくさんの数の予備校があるかというと、実際そうではないですよね。皆さんいろいろと検討されていると思いますけれども、そのいくつかある予備校の中で、じゃあどこを選んだらいいのか、自分にはどんな講義が合っているのか、これって実際に、講義を体験していただくのが、一番いいかなということで、実際この1時間という、限られた時間の中ですけれども、こんな風にレックでは初学者向けの講義を行っているよっていうのをもう見ていただきたいと思います。でこれを見ていただいて、あ、これなら最後まで続きそうだとか、そういう風に感じていただければ、一緒に頑張っていきましょうということになります。はい。でまずはこのインプット完成講座、レックの初級講座ということにはなるんですけれども、どのようなスケジュールで行われていくのか、どのような講座、どのような、スパンで、授業が続いていくのかっていうのを、まずは簡単にパンフレットを使って説明させていただいて、実際に講義を体験していただこうと思います。まずお手元に準備していただくものをちょっとご用意お願いします。はい。このようなインプット完成講座を無料体験ということで、レジュメをご用意しています。で実際に中を見ていただくと、これレックのテキストの、抜粋、一部抜粋したものなので、これを使いながら皆さんに、このような講義をしているよっていうのを、実際に体験していただくということになります。これ後ほど使います。はい。それからこちらパンフレットですね、お手元にある方はぜひ、一緒に開いてみてください。2019年合格目標初学者向けの土地家屋調査士試験に対応するパンフレットということになります。で今お手元にない方は、ここ画面に映しますので、このガイダンスは画面を見ていただいて、あとは請求していただければいいかなと思います。はい。では、早速なんですが、12ページ13ページお持ちの方は開けてください。はい。インプット完成講座を無料体験というようなテーマなので、そのインプット完成講座ってどこにあるのって言ったらこれです。はい。でコースが4つほどご用意しているんですけれども、まずはストレート合格 A コース、これが基本になってくると思ってください。でこのストレート合格 A コースというのは、この測量司法の講義もこれセットになっています、で免除資格が必要なんですが、測量司法その他の免除資格がもうすでにあるよという方は、14ページの免除資格者 A コース、こちらを受講していただくことになります、これどちらもインプット完成講座は全69回ということで同じです、ストレート合格 A コースも
免除資格者 A コースもこのインプット完成講座の中身はもう全く同じです。何が違うのかって言ったら、ここにある測量司法の講座がこの免除資格者 A コースにはついていないというだけです、ね、ストレート合格コースに関してはこの測量司法、ね、こちらの講座もねついています。はい、いいですかね。で、あとちょっと気になると思うので、13ページの B コース、ね、このストレート合格 B コースというのは測量司法の講座がついていて、15ページの免除資格者 B コースというのは測量司法がないというだけです、ね、で、どちらもこれ B コースに関してはインプット完成講座の回数見ていただいてもこれ20回ほど少ないですよね。で、何がないのかって言ったら、ここにあるように司法書士などの法律科目の学習経験のある方で午前の部試験の免除資格、ね、これは免除資格者なので測量司法、これもありますよ、ね、あとは法律、ね、要は特に民法にかなり長けてますっていうふうにご自身で感じる方は B でもいいかなと思います。まあ、ですから本当に特殊だと思ってください。実際にもう司法書士として例えば今お仕事されているとか、あとはまあ司法書士の受験経験が長いので民法の知識は十分だという方はこの13か15ページの B コースでも構わないと思います、ね、ただほとんどの方はこちらの A コースの方を、ね、受講されるのがよろしいかと思います。で、実際にこのインプット完成講座、まあこれだけでも全69回ということで、まあなかなか、ね、まあ生半可な気持ちじゃ続かないというのが、まあこれ現状です。全69回。で、その69回どのように割り振ってあるのかというと、まず大きく分けると全体構造編の16回。もうちょっとアップにしましょうかね。全体構造編の16回、それから徹底解析編の53回、まずこのように分かれます。で、最初にこの全体構造編を行った後に徹底解析編に入るというようなね、タイムスケジュールになっています。で、全体構造編というのはその名の通り、まずは最初から最後までをこう大まかに、大まかに全体像を見るというのが全体構造編、ね、で、大体のこう全体像が分かった後に必要な知識を肉付けしていく、まあ、どちらかというとこの徹底解析編の方、ね、こちらの方がもうメインになってくる、ね、ここをしっかりやることで要は本試験に対応できる力を完璧にしていくっていうようなイメージです。いいですかね。まず全体構造編と徹底解析編の考え方というのは今言った通りです、ね、じゃあその全体構造編も徹底解析編もその下に理論と書式、理論と書式というふうに分かれていますよね。ちょっとマーカー塗ったことで余計に 見づらくなっちゃいましたかね。塗らない方がいいですね。どちらも理論と書式、理論と書式というふうに分かれています、ね、で、これでどんなことを学んでいくのかというと、理論はまあその名の通り、これは法律の中身を学習していきます、ね、で、書式というのはこれどういうことかというと、これは土地や建物の登記の申請書を実際に作る、ね、要はここが実技試験だというイメージです。はい、実際に本試験の問題を見ていただくのが一番分かりやすいかなと思うんですけれども、
はい、まあ、私の一つ前のガイダンスね、見ていただいた方はその時もねこれをお示ししたと思うんですけれども、これ実際に平成29年2017年の本試験の問題です、ね、で問題がどのように構成されているかというと、ここにも書いてありますが、多子卓一式問題が1問から20問まで、はい、多子卓一式問題、これ多子というのはこれ五子卓一ということになります。5つの中から正しいものもしくは誤っているもの、ね、これを判断していく、ね、まあ、いわゆるマークシート形式で、ね、答えていくような問題になりますが、これが20問、そして記述式問題、これがまあ別名書式問題と呼ばれるもので、これが2問で、この2問というのが、ここが21問目が土地、22問目が建物、ね、このような問題になっています。はい、で実際に理論では多子卓一式問題、要は20問のマークシート形式の問題に答えられる力、ね、で書式問題、この書式という部分に関しては土地、建物、それぞれの申請書、それから図面もここで作成しなきゃいけないです、ね、これを作成する力をつけていただきます。全体構造編でまずはこう基本的なところをね、しっかりと大枠をつかんでいただいて、細かい論点入れたものをこの徹底解析編でやっていくことになります。で徹底解析に入って、まあ、理論が36回あるのに書式が15回しかない、ね、これどんな配分になってるのかというと、これ書式の問題というのは、これは実際に自分が土地家屋調査士になった場合に、土地や建物の所有者、いわゆるお客様ですよね、お客様から依頼を受けた、ね、まあ、そういったシチュエーションが問題文としてずらずらずらと書いてあって、であなたはどういった登記の申請をするのか、ね、もう本当に実技試験ということになります、ね、だから当然その書式問題に答えようと思ったら、この理論の知識もこれもちろんないと答えられないんです、ね、不動産登記法という法律でこのような規定があるからこのような登記の申請をするんだっていうところに結びつかなければ、ね、いくら図面を毎日毎日書いていたとしてもつながってこないんですよね。だから当然理論と書式っていうのはこれリンクしてなきゃいけない。まず全体構造編では理論やって書式やってっていう形で、ね、これは分かれてやっていくことになると思いますけれども、徹底解析編に入ったらなるべく理論の知識を書式でも活かせるようにっていうような、ね、スケジュールで組んでいきます、はい、そして問題演習編、ね、この問題演習編2回というのはもうこれは模擬試験だと思ってください、ね、模擬試験でもまずはインプット完成講座が終わってその時点でできるような問題ということになるので、かなり優しい模擬試験というふうに考えていただくといいと思います、ね、でこのインプット完成講座が終わってその後皆さん何に入っていくのかっていうと、ここなんですね。直前ファイナル答練、これが本格的な模擬試験で、もう本試験と同レベルもしくはそれ以上、ね、レックのファイナル答練は特に難しいというふうにね、評判なのでかなり難しいんです、ね、そうすると1年目の方がここでどれだけ一生懸命学習してもなかなかここで思うような点数は取れないです、ね、まあ、だからここの答練の前にこの問題演習編を、まあ、プレ答練というような形で考えていただいて、少し、まあ、実践に慣れてもらう、
ね、そんな意味で問題演習編2回というのを最後に持ってきています。はい、そして当練で自分がどのあたりの実力があるのかな、ね、あとは時間配分なんかもすごく重要になってくるので、その択一問題20問それから書式問題2問をだいたいどのぐらいのペースで自分解けるのかなっていうのをここでしっかりと試していただきます、ね、だいたい2ヶ月ちょっとかけてこれをやった後に本試験ということになってきます、ね、流れとしてはだいたいこんな感じだと思ってください。はい、そして12ページ13ページにまたがってこのように受講開始する前に必要な、ね、まあ、道具というのがあります、ね、まあ、実際受講されると、ね、決めていただいた方はこのようなものを準備していただくことにはなります、はい、でこのような関数電卓だったりあとは三角定規だったりね、あとはたまたねこのような六方というものを講義の中ではね使用していくことになります、ね、まずはこのあたりでだいたい不安を覚える方が多いかと思うんですね。だって関数電卓なんて普段の生活でほとんど使わないという方がね、一般的だと思います、ね、三角定規、ね、三角定規なんてこれはもう学生の頃以降使ってないよっていう方がやっぱりほとんどだと思います。これを使ってどうやって図面を描くんだ、ね、やっぱり不安だと思います。六法の引き方なんかもねこれわからない、六法なんてこれは弁護士さんだったり、ね、検事さんだったり裁判官だったり、ね、そういった人たちが使うんじゃないの、ね、まあ、そんな人たちでも、まあ、こういうふうに使うんだっていうことをね、まあ、徐々に慣れていっていただきます。で心配な方は14ページ15ページの下の方にこんな風に初めての土地家屋調査士講座っていうことでこのインプット完成講座の受講開始前に少し慣れておくためのこんな講座もご用意しています。でどのようなものがあるのかというとかなり充実させています、ね、よくわかる数学、ね、やはりある程度の数学の知識が必要になります、ね、ただほとんどの受験生の方、ね、もう忘れてますから、まあ、そういったことを、ね、徐々に思い出していきましょう、ね、そんなに複雑な、数学の知識が必要だというわけではないので、まずは少し、ね、思い出そうというような講座、ね、これがよくわかる数学、そして初めての三角定規、実際どんな風に線を引いて、ね、あとは形状を、ね、取っていくのか、ね、実際に、講義の中で実践してやっていきます、ね、少しでも慣れておくとインプット完成講座に入ってからもスムーズに、ね、ついてくることができるのかなっていうところです。はい、それから同じように初めての関数電卓、ほとんどの方がね使うの初めてだと思います、ね、こんな風に使うと便利なんですよっていうことをね最初に、ね、少し説明しておきたいと思います。はい、それから初めての六法、まあこれはおまけのようなね講座だと考えてもらえればいいんですけれども、まあ六法ってこんなものなんですよ、ね、でどこから、ね、この六法のどこから試験問題が作られているのか、やはり民法なんかはこの六法を引いておくとその中に問題文が隠されていたりするわけですね、まあ、そういったことも、まあ、こんな風に使っていきますよっていうのをこの初めての土地家屋調査士講座の中の初めての六法で少しお話ししておきます、ね、これがセットになった講座になっていて受講開始前にやっておくことで、ね、モチベーションを少しでも上げておく、ね、こういったこともね、別売りということでありますので、ぜひ検討していただければと思います。はい、では説明はねこのぐらいにして実際にどんな講義をしているのかっていうのを一緒に、ね、体験していただければと思います。はい、ではレジュメの方ちょっと出してください。
はい、レジュメまずね開いていただくと1ページ目から1ページ目から11ページ目までごめんなさいね。はい、ここまでが一応理論のテキストの抜粋ということになります。理論ではこんな講義をしてますよっていうのをここまででお話しします。でその後に12ページからはい、いよいよねこう問題というふうに出てきます。これが土地の書式問題、ね、これの一番最初に解く問題ということになります。いいですかね。はい、ということで理論と書式分けてね別々にやっていきたいと思います。はい、ではまず理論の方から参りましょう。はい、では1ページ目開けてください。はい、パッと見ていただいていろいろマーカーが引いてありますよね。はい、でこのように、今パッと見ていただいただけでも分かると思うんですけれども、マーカー2色基本使っていきます。で講義の中で、まあ、ピンクと緑を使います、ね、もちろんピンクと緑が嫌だという方は自分の、ね、好きな色を2色準備していただければいいです、ね、ただ一応今回、まあ、不登法の講義ということになるので、そこまで原則はこう例外はこうってきっちりはね決まっていかないんですけれども、そのマーカーの使い方として基本的には原則重要な部分に関してはこれピンクで引いていくことになりますね、で原則はこうだけどこういった場合はこうなるんだよっていう風な形で結論がひっくり返るようなところ、ね、これ緑で引いていくことになります、ね、ということは、まあ、ピンクの分量がやはり多くなってくるのかなと思います、ね、原則こうだけれども例外はこうだよ。まずはこのように色分けする、ね、あとは原則例外という使い方ではないんだけれども、やはりきちんと分けて押さえたいときね、こんな時もやはり色分けしていきますので、マーカーまず2色、ね、そして、まあ、ボールペン、ね、ボールペンも色の出るものをやはり用意しておくと書き込んでメモを取る時にやはり原則のところで書きたい部分は原則の色で、例外のところで書きたいところは例外の色でっていうことをね分けていくと比較的テキストが復習しやすいようなテキストがね出来上がってきます、ね、でこのベーシックテキストの抜粋なんですけれども、このテキストはもう本当に試験の直前までもう皆さんには使っていただきます、ね、もうだからこのテキストを振り返って復習する、ね、もうこれを何度も何度も毎日毎日繰り返していただくことになるので、やはり見やすいテキストを作っておくのがベストなわけです。で見やすいっていうのはもちろん自分だけ見やすければねいいわけですから、他人に見せるわけでもないですし、とにかく自分が振り返って復習しやすいようなテキスト、ね、これを作っていきましょう。でそのような形で、講師もね講義をしていきますので、しっかりとついてきてください。はい、では始めていきましょうね。1ページ、はい、各種の表示に関する登記、表示に関する登記、まあ、これが私たち土地家屋調査士が所有者の方に代わって申請する登記の部分、ね、じゃあ表示に関する登記の他にもう一種類権利に関する登記っていうのがありました、ね、で権利に関する登記というのは司法書士さんたちのテリトリーということになってくるので、表示に関する登記というふうに出てきたらもう私たち担当のところだよということになります、ね、でじゃあ表示に関する登記どんなものがあるのか、この表示に関する登記の中でも大きく2つに分けることができます。はい、まず1つ目、不動産の物理的現況の変化に対応してなされる登記で、もう1つ目、所有者の意思により不動産の戸数を変更する登記。不動産の戸数を変更する登記、今ちょっとピンとこないかもしれませんけれどもね、後できちんと説明します。
で、このピンクで引いた不動産の物理的現況の変化に対応してなされる登記、これを報告的登記と言います。じゃあ不動産の戸数を変更する登記、これは創設的登記というふうに言います。形成的登記なんていうふうに言ったりもしますけれども、まあ、基本的には報告的登記と創設的登記というふうに覚えてもらえればいいです。はい、では下に行きましょう。はい、物理的現況の変更に伴いなされる登記、どんなものがあるのか、ね、まずはここにある表題登記、はい、後でね一つ一つ説明しますけれども、表題登記、これは不動産が発生した時になされるもの。一番イメージつきやすいのが家建てましたよ、ね、今までなかったものが、建物が発生するわけですよね。その時にこれやらなきゃいけない表題登記というのがあります。はい、でその他に変更、変更って何が変更するんだろう。はい、下に枠があります。一番わかりやすいのがこの表題部の変更の登記というところ。不動産の物理的現況の変更により、現況と一致しなくなったときにその不一致を是正するためになされる登記。はい、例えば畑として使っている土地があったとする、ね、畑だったら畑というふうに、これは登記記録に地目という登記事項があって畑というふうに示されています、ね、でもその畑を潰して駐車場にしたとか、あとは家を建てたとなると、現地はもう畑じゃなくなってますよね。でも現地畑じゃなくなって、例えば家が建っている状態になったとしても、自動的に登記記録の畑という地目の表示が勝手に変わるかって言ったら、そんなことはない。これ誰かが変えなきゃいけない。誰が変えるかって言ったら、これは土地の所有者、土地の所有者が登記の申請をすることになります。これが表題部の変更登記の申請、ね、でも普通に、ね、普通にしていたら一般の土地所有者、地主さんが、まあ、そんな知識があるかって言ったら、そんなことはないわけですよね。だからそういった法律的な知識を持っている土地家屋調査士だけが、その表示に関する登記というのは所有者に代わって行うことができる、ね、でその所有者に代わって行ったことに対して報酬をいただく、ね、これができるのは土地家屋調査士だけですからね。これを聞いただけでもなんとなくね、やりがいを感じてくるんじゃないかなと思います。はい、このように現況と一致しなくなったときに、その不一致を是正するためになされる登記、ね、これが表題部の変更登記というふうに言います。今一例としてね、土地の地目というところでお話ししましたけれども、土地の地目だけではなく、建物の種類だったり構造だったり、ね、例えば建物、ね、2階建てだった建物3階部分を増築しちゃったなんていう場合も、これは現況と登記記録の内容は一致しなくなりますよね。だからそこ是正しなきゃいけないよっていう話になってきます、ね、これはピンクで引いた部分と対応していて、物理的現況の変化に対応してなされる登記、ね、じゃあ緑で引いた不動産の戸数を変更する登記、どんなものがあるのかっていうと、こちらの方もちょっと緑で引きました。土地の分泌、分泌ピンとこないですよね。これ筆を分けるというふうに書きますが、土地はこれ一筆二筆、ね、一筆二筆なんても言いますけれども、要は筆で数えるので、この筆を分けるというふうに書いて分筆なんていうふうに言います。はい、で、こっ
地は見た目は何も変わらないんです。土地の現況が何か変わっているかって言ったら何も変わっていない、ね、何が変わるかというと登記記録の数が変わります。だから一筆の土地については当然登記記録は一つなんです。でもこの分筆の登記というのをすると一つだったものが二つ、三つ、四つといった形で登記記録の数が増えていく、ね、その登記記録の個数を変更するのがこの分筆だったり合筆だったり建物になると分割だったり合併だったりこのような登記があります、ね、まあ、今はちょっとこの部分ピンとこないかもしれませんけれどもこっちは現況何も変わらない現地では何も変更は起きてないこっちは現地で実際に変更が起きちゃってる、ね、だからその現地と登記記録の内容を合わせましょうっていうのが表題部の変更登記です。はい、で最後名室登記、はい、これは建物でいうと建物を取り壊しました、ね、そうすると現地に建物がないのに登記記録があるっていうのはまずいのでこの名室登記というのをすることによってその登記記録も閉鎖という言い方しますけれどもね実際、まあ、なくすということになります。はい、まあ、こんな流れでちょっと人の一生みたいにね生まれていろいろ変更があって死んでいく、ね、まあ、こんな流れになっているんだでこの変更の中にはさまざまなものがあるんだよ、ね、まずはこんなイメージでいいです。はい、じゃあ2ページはい、表示に関する登記、さっきの復習になりますけれども、不動産の物理的現況の変化に対応してなされる登記、これ何て言いましたっけ？報告的登記、ね、所有者の意思により不動産の個数を変更する登記、創設的登記、ね、不動産の個数を変更する、ね、さっきも言いましたけれども、登記記録の数が変化するというふうにね、考えてもらうといいと思います。はい、で報告的登記代表的なものに表題登記表題部の変更の登記名室の登記はいでその後からざっと囲ってくださいその次の段落が始まる前までですねはいこのあたりは各自読んでおきましょうはいそれから次の段落色変えてもらって今度は創設的登記の話登記がなされることにより登記簿上の不動産の個数が変更はいで1不動産1登記記録の原則から、ね、基準として数えるまで囲っておいてくださいはいで2行下がっていただいて分筆の登記次の行この登記がされると分筆された土地について新たな登記記録が作成されはい、先ほども言いましたけれども分筆の登記がされると登記記録の数が増えていくということになります。はい、でその後土地の創設的登記にはから最後まで囲ってください。分筆だったり合筆だったり建物だったら分割だったり合併というのがあります。じゃあ実際にちょっと事例で見ていきましょう。3ページ。はい、表題登記。はい、ここは強調してください。表題登記とは、表題部に最初にされる登記。はい、もう初めは登記記録すらないわけですからね。土地が発生した、建物が発生した、ここで初めて登記記録作ってくださいねっていうのが表題登記です。はい、新たに生じた土地、はい、登記記録がここで作成されます、ね、この登記記録作ってもらうためにはこの表題登記というのを申請する建物建てました新たに生じた建物
ね、表題登記をすることによって登記記録が作られます。でこれ土地の所有者にも建物の所有者にも、これはその土地建物の所有権を取得した時から1ヶ月以内に登記の申請をする義務というのが課せられます、ね、だからやらなきゃいけない登記の申請、ね、でもさっきも言ったように自分でやってもいいんだけれども当然これできないですよねっていう話、ね、だからそこを私たちが担当しますよっていうのが土地家屋調査士の仕事です。はい、でまあ申請義務が課せられるわけだから当然すべての土地や建物に登記記録っていうのはあるんだろうと思いたいんですが、下から 1,2,3,4 行上がってもらって囲っておいてください。はい、世の中には未登記の不動産、ね、登記されていない不動産っていうのも、まあ、実際あります、ね、で登記されていないということで未登記というふうに言います。ね、でこの未登記っていう言葉はやはりこれずっと、ね、この後使っていきますので、登記されていない未登記、未登記の土地、未登記の建物、こんな風に言いますので、これ使い方を覚えておくといいと思います。はい、では4ページ、はい、建物の事例で見ていきましょう。平成30年1月20日に北崎憲秀が建物を新築した。はい、そうするとこの建物の所有者はこの建物の所有権取得した時から1ヶ月以内に表題登記の申請をする義務を負うことになります。ね、じゃあ表題登記の申請をしました。そうするとどうなるのか。ね、ここで登記記録というものが作成されます。はい、で2つありますよね。これ主である建物、付属建物、ね、で付属建物ってどんな建物でも付属建物として登記できるのかって言ったら、これもやっぱりそういうわけではなくて、このあと、ね、またいずれどこかで付属建物の定義っていうのをしっかりやっていくことになります、ね、今はとりあえず居宅と物置という、まあ、セットで建物を建てましたよ、これを一つの登記記録に登記しましたよっていう前提でお話ししていきます。はい。で、居宅を戸建物、物置を乙建物、ね、こんな風に考えて登記記録見てみると、ここが戸建物。で、符号1という風に書いてある部分、これが乙建物のことです。で何が登記されるのか、ね、これは物理的な現況を公示するための表題部というところに記録される。私たちがいじることができるのはこの表題部というところですからね、表題部に何が記録されるのかっていうのはしっかりと覚えていかなきゃいけない、ね、まずはその建物の所在で、種類、今居宅と物置というふうに言いましたけれども、他にも例えばお店だったら店舗だったり、ね、事務所だったら事務所とか工場とか、もうさまざまな種類があります、ね、普通に一般的に住んでる家っていうことになると、これ居宅ということになります。で、構造、ね、主な構成材料、木造、ね、屋根は瓦葺き、ね、何階建てですか、平屋建てですよ、ね、このような構造、あとは床面積、ね、だからここでまずどんな家なのかな、どの場所にあるのかな、ね、これが分かります。付属建物も同じ種類、構造、床面積が記録されて、所有者誰ですか、どこどこに住んでいる北崎さんですよっていうことが記録されます。いいですかね。ここで初めて表題登記をすることによって表題部、登記記録の表題部が作られます。はい、いいですか。
次5ページ。はい、今度は表題部の変更の登記。はい、最初にも見ましたけれども、不動産の現況の変化により、登記事項が現況と一致しなくなった場合、登記事項を現況に一致させるためにする登記。さっきも言いましたけれども、現況が変わったからといって、勝手に登記記録の内容が変わるってことはないわけですよね。はい、この事例でいくと、畑だったのに現況駐車場になってるよ。で、まあこれ畑だったものをそうじゃなくする、農地を農地以外に変えるっていうことは、また農地法という別のね、法律の厳密に言うと、ね、許可が必要になってきたりするんですが、今はちょっとね、そういったことは置いておいて、地目という、ね、現況が変わりました、ね。じゃあこれは登記記録も駐車場の地目にしなきゃいけない。駐車場ってどんな地目で登記されるのかって言ったら、雑種地なんていうね、これちょっと聞き慣れない言葉で登記されます。要は畑から雑種地に変更しなきゃいけないねっていう話。建物もそうです。はい、もともと1階建て、2階部分増築しましたって言ったら、現況2階建てになっているのに、登記記録は当然何もしなければ1階建て。ね、したがってここを2階建てに変更しなきゃいけないねっていうことになります。はい、下の文章をマーカー引いておきましょう。3行目後半から、現況と登記事項との不一致をそのままにしておくと、表題部の登記事項により不動産を特定することができなくなり、表示に関する登記の目的が果たされません。そこで、登記簿上の所有者に登記の申請義務を課し、表題部の登記事項と現況を速やかに一致させるようにしています。ね、こうしないと、ここが一致してないと意味がないわけです。ね、だから、こういった変更があった場合は、所有者に申請の義務がありますということです。7ページ。はい、土地の表題部の変更登記。はい、現況畑だったんです。だから登記記録上も地目というね、利用状況を示す項目は畑になっています。はい、平成30年1月20日、駐車場にしました。この土地の所有者である北崎さんは、もう駐車場として使うことにしました。そうすると、駐車場として現地はもう使ってるかもしれないけれども、何もしなければ登記記録は当然畑のままです。ね、不一致が生じている。はい、何が必要なのかって言ったら、表題部所有者。ね、所有者、これ表題登記がある建物の所有者。ね、さっきも登記記録見ましたけれども、ここ所有者というふうにありましたよね。表題部に記録された所有者だから、表題部所有者という言い方をします、ね、でこの後この下に権利に関する登記なんていうのがなされると、これは所有権の登記名義人なんていう言い方に変わってきますけれども、そこはいずれ皆さんにまた、ね、そこが来たら説明します。はい、表題部所有者北崎さんは地目変更登記を申請することになります、ね、でこれを申請することによって地目は雑種地に変わります、ね、そうすると現況と登記記録が一致しました ね。このように常に現況と登記記録の内容っていうのは、これ一致していないとまずいわけですよね。要は登記の意味がなくなってしまうということになる。
ということで、はい、8ページは名筆の登記についてね、書かれています。名筆の登記っていうのは、土地だったら壊没でなくなっちゃったとか、ね、建物だったら取り壊したり、あとは火事で燃えてしまったなんていうこともあるだろうけれども、まああったものがなくなったという場合、ね、この場合やはり登記記録は何かしないとそのままずっと存続することになってしまうので、これ閉鎖してもらわなきゃいけない、ね、その時に何の登記をするのかって言ったら、建物の名筆の登記、土地だったら土地の名筆の登記、ね、これは登記記録を閉鎖してくださいっていうようなね、まあ、お願いになると思ってください。はい、でこの登記がなされると、この登記記録は閉鎖されます。はい、こういった形で、まあ、理論の授業というのはやはりテキストに沿って、しっかりと中身を理解していくというようなね、講義になります、ね、ということは、まあ、はっきり言って楽しいだけではないですよね。新しい知らなかった知識が、まあ、入ってくるっていうのは楽しいと感じるかもしれませんけれども、まあ、楽しいと感じるのも、まあ、それが全60何回っていうふうにね続いていくと、まあなかなかね途中で挫折してしまうような人もこれ出てくるということになります。特に通信の方なんかはモチベーションこう保つのがねなかなか大変だと思います、ね、でそういったところでもなるべく皆さんに分かりやすいようにね、ただただテキストを読んでるだけのような講義はね、しないように、心がけていますので、一緒に最後までねぜひ頑張っていただきたいと思います、ね、ではここからは書式の問題、どんな風にやっていくのかちょっとね一緒に見ていきましょう。はい、ではレジュメでは12ページになると思います。で見ていただくと第1問の問題ということになります、ね、でちょっと一緒に見ていきましょうね。 A 市 B 町1丁目1番1号に住所を有する河野一郎は、はい、河野一郎さんという人が出てきました、ね、この人誰なんだ、ね、A 市 B 町3丁目に所在する表題登記のない土地、下記見取り図 ABCD および A の各点を順次結んだ直線で囲まれた土地、下にありますよね ABCDA、ね、この高知という土地の所有者、これが河野一郎さんですよ。でこれポイントとなるのは表題登記のない土地って書いてありますよね。はい、まず最初になされるのが表題登記だっていうのをちょっと理論で言いましたよね。土地が発生した、建物が発生した、まあ、土地が発生したってなかなかイメージつきにくいかもしれないけれども、まあ、例えば埋め立てた、ね、これ土地発生しますよね。あとは海底が隆起した、これもやっぱり土地が発生した原因になります、ね、あとは土地の場合はこう古くからずっとある土地で未登記って理論でこれやりましたよね。未登記の土地なんていうのがこれ実際にたくさんあったりします、ね、で未登記の土地っていうのはこれは登記しなきゃいけないんですよね。所有者に申請義務が課せられます、ね、だからずっと登記されないでいた土地、これを最初にする登記っていうのはやっぱり表題登記というふうになります、ね、だから表題登記がない土地の所有者からの申請ということになるので、これは土地表題登記っていうのがまず、ね、頭に浮かぶようになるといいなと思います。はい、でこの場合において A 市 B 町2丁目2番2号に事務所を有する土地家屋調査士大津野次郎が、ね、大津野次郎が誰から、河野一郎から、何について、高知について、はい、高知っていうのはこの ABCDA で囲まれたこの土地、最初に表題部に最初にされる表示に関する登記の申請手続きを依頼されたものとして次の問題に答えなさい。
ね、ざっくり言うとやはり問題っていうのはもう大体こういった感じで出てきます。はい、実際にねこんなに簡単なものではないですけれども、皆さんはもう最初なのでこういった簡単な問題から徐々に徐々に難易度を上げていって、いずれ本試験レベルの問題を解けるようになっていただきますので、まずは基礎から、ね、基本からしっかりと忠実にやっていくことによっていつの間にかできているっていうようなね体制を作っていただきますからね。もうだから毎日毎日の復習は必ずやらなきゃいけないものだというふうにね覚悟して臨んでください。で今の問題文の中にかなりポイントは隠されていたんですけれども、まず誰からっていう部分、ね、誰からっていうのは河野一郎さんから、ね、で何についてっていうのはこの ABCDA で囲まれた高知、ね、高土地という土地、これが何について、ね、で何を、この何をというのは何の登記を申請するのか、この何の登記をっていう部分に関しては表題部に最初になされる登記、あ、表題登記だなということがわかります、ね、このポイントを押さえるだけでも回答はものすごく作りやすくなります。河野一郎さんから高土地について表題登記の申請をするんだ、ね、ここポイントとしてしっかりと押さえてください。で問題を検討するときにやはりマーカー使います、ね、今私ざーっと全部ピンクで引いてますけれども、問題が複雑になってきたらやはり色は2種類ぐらい使ってうまく色分けをして問題を検討しやすくする。このマーカーっていうのは本試験で持ち込みが許されているので、実際に本試験会場でも皆さんは講義の中でやっていたように同じような形で問題を解いていくことができるわけです、ね、だから今からそういったやり方ね慣れていって、もう自分の分かりやすいように、ね、問題を解きやすいように、もうミスをなくすように、ね、そういったことをねしっかりとやっていきたいと思います。で書式問題なんかはやはり一つのミスがもう命取りになります。これは択一問題でももちろんそうですけれども、毎年毎年1点足りなかった、 0.5 点足りなかった、そんなレベルで残念な思いをする受験生がたくさんいるんです、ね、だからあちょっとミスっちゃった、そのちょっとが本当に命取りになりますからね。もうしっかりともうミスをなくすように、ミスをなくすためにはやはり問題検討にマーカー使うっていうのはね、もうこれはベストな方法だと思います。はい、でここまでで、さっきも言いましたけれども河野一郎さんから高土地に関しての表題登記の申請、これを依頼されてるんだよ、ね、土地家屋調査士の小野二郎はっていうことが読み取れます。じゃああとは何を読み取らなきゃいけないかって言ったら、まず調査した結果のところ見てもらうと、はい、地番は23番と定められる予定、はい、とにかくこれ初めてね登記記録作ってくださいという登記の申請になるので、この地番というのはこれわからない場合がほとんどです、ね、で誰がこの地番って決めるのって言ったら、これ登記官が決めることになります、ね、私たちが勝手に決められることができるわけじゃないので、このように問題文の中に予定ですよっていうことが出てきたら、この地番という23番という地番はこれは回答に書かなきゃいけないと思ってください。これがなければ地番の欄は空欄でいいです。はい、それから2、生じた原因およびその日付は不明。はい、例えばさっき言ったこういう水面埋め立て、ね、土地は埋め立てなんていうのが割とイメージつきやすいかなと思いますけれども、その埋め立てた場合、この土地が生じた原因っていうのはこういう水面埋め立てということになります。でこの日付と書いてありますけれども、その埋め立て、ね、工事が完了して、厳密に言うと竣工認可の告示があったら、その日付をもってこういう水面埋め立てっていうことになってくるんですね。
で、まあ、そのあたりの生じた原因、日付の部分はまたね別のところで詳しくやるので、今はそんなに気にしなくていいです、ね、で今はこの部分については不明だというふうに書いてある、ね、不明だったら不明で書きようがないわけです、ね、さっきも言いましたけれども世の中には登記されていないまま来てしまった土地なんていうのもたくさんあるのでこのように生じた原因だったり日付だったり分かんないよっていうこともこれあります。その時は不詳というふうに登記原因としてこれ記録する必要があります、ね、後で回答を見て一緒にね、確認していきましょう。はい、それから調査結果の3番不特定多数のものを対象とする時間貸しの有料駐車場。はい、理論の方でも駐車場というふうにね出てきましたよね。ちょっと変わった地目ですよっていうのを申し上げました。覚えてますかね。はい、まあ、ここは全然忘れてしまっても構わないんですがいずれ必ず覚えていただくようになります。雑種地、ね、駐車場というふうに出てきてこのように不特定多数のものが利用する駐車場というふうになったら雑種地というふうに言います、ね、これも後で回答で確認していきましょう。はい、あとは各筆回転には石杭が埋設されている。筆回転というのはこれ ABCDA で囲まれた土地ですよということが冒頭読み取れてこの A 点 B 点 C 点 D 点というのがこれ筆回転というふうに言います、ね、でここには石杭が入っている、ね、この杭の種類というのも、やはり図面に書いていかなきゃいけないものなので、このあたりはマーカー引いておきましょう。そうすると、まあ、回答として必要な部分に関してマーカーでチェックを入れていく、ね、そんなイメージで問題解いていってください。はい、で13ページ、はい、何やら数字がねざーっと並んでいますけれども A 点 B 点 C 点 D 点、ね、合意挙合計挙なんていうふうに書いてあります。はい、これ座標です。はい、で、合意挙というのが X、合計挙というのが Y。だから A 点というのは X が 7.00m で Y が 0.00m。B 点は X が 18.00、Y が 22.00。こんなふうに読んでいきます。で、座標軸をとってこの座標値をプロット、ね、要はその点を入れていってその点と点をつなぐことによってこの形状ができるということになります。で、今回は ABCD、ね、全ての筆回転の座標値がこんなように与えられていますけれども、まあ、これから皆さんが解いていただく問題はどこかがわからない、ね、どこかがわからない状態でそのわからない点の座標値を求めていくそんな作業をしていくことになります。今回最初の問題なので全ての座標値与えられています。はい、でちょっと見てもらいたいのが X 軸方向は北方位と一致している、はい、北の方位ってこれですね。これ方位が示されていて方位も図面の中に入れなきゃいけない、ね、で方位が示す方はこっちが北です、ね、でもこれが X ですよ。 X 軸と一致してますよ。ここでやはり皆さんピンとこないんですよね。座標軸って作った時に縦軸は Y で横軸が X だ。おそらく皆さんそうやって若い頃、ね、まあ若い方が受講生でいらっしゃるかもしれませんけれども子供の時から習ってきたと思います。これは数学的な考え方で縦軸が Y、 横軸が X というふうに規定しているから、ね、でも今私たちが学んでるのってこれ測量の世界のことを学んでるんです、ね、ということは測量の世界ってこれ X と Y がひっくり返る、ね、だから縦軸が X で横軸が Y、
ていうことになります。まず皆さんここにねちょっと慣れていただきたいと思います。逆にこう数学なんかがあまり好きじゃなかったっていう人はね慣れるの早いんですけれども、数学が好きだった人ほどどうしても慣れない、ね、なかなか慣れてこないっていう方がねたくさんいらっしゃいます。もうただそれはもう X と Y の定義が違うだけなので、もうとにかく慣れてください、ね、もう慣れるしかないです。はい、で今ね、一応ここまで来ましたけれども、問い1、はい、まあ、これ後でね必ずあの皆さんと一緒にねやる部分なんですが、問い2のところちょっと先に行ってもらって、申請書および添付図面、添付図面って何なのかって言ったら、これ土地の表題登記ということになるので、原則的には2つの図面を作らなきゃいけない、ね、地籍測量図と土地所在図、この2つの図面を作っていきます。どうやって作るのかって言ったら、この座標値を用いて三角定規を使って作っていきます。はい、じゃあ図面の前に申請書の部分ちょっと確認していきましょう。はい、15ページ。はい、問い1はちょっと置いといて、問い2、ここが申請書の部分です。何の登記の申請するんでしたっけ？土地表題登記です。ね、土地の表題登記を申請しますよ。はい、で土地の表題登記にはこのような添付情報が必要ですよ。もうこれはねもう暗記してもらいます、ね、で誰から申請するんですか。はい、河野一郎さんですよ、ね、これ問題文にチェックしていったところですよね。はい、で地番は23番となる予定ですよ、ね、予定というふうに書かれていたらこれ書く。はい、そして不特定多数が利用する有料駐車場ですよ、ね、この土地は地目を雑種地と表します。はい、で地籍、これはこの座標値をもとに計算することになります、ね、ここで関数電卓というのをね使っていくことになりますが、この講義の中ではちょっと時間が取れないのでね、また次にということになります。はい、あとは土地が生じた原因、日付わかりませんよっていうことでした、ね、じゃあ不詳ということになります。はい、で問い1、13ページの問1の問題文、何が聞かれているかというと、不動産登記制度の目的とは何か、ね、何のためにこのような不動産登記という制度が作られたのか。はい、新たに土地が発生したら、新たに建物が発生したら、ね、登記記録作成してくださいっていう表題登記をね申請して、登記記録を新たに備え付ける。その土地建物に変更が生じたら、ね、その変更を現況とそれから登記記録の内容を一致させるためにやはり登記の申請が必要だ、ね、でこれは何のためにこのような登記制度ができたのかって言ったら、これは全てにおいて不動産と、取引、ね、土地や建物ってこれはお高いですよね。要はもう本当に一生に一度買うかどうか、ね、まあ、そんなレベルの一般の人はね、そんなレベルの買い物だと思います。だから当然これ取引するにおいては安全な取引ができないとこれ困るわけですよね。だから不動産取引の安全と円滑を図るため、ね、不動産取引の安全と円滑を資する、ね、ここが答えということになります。はい、もうここはせっかくなので今日覚えてしまいましょうね。不動産登記制度の目的、不動産の表示、不動産に関する権利、これを公示し国民の権利の保全を図り不動産取引の安全と円滑に資すること、まあ、ここが欠けてればいいかなっていうことですね。
はい、まあ、せっかくなのでここはしっかりと押さえましょう。はい、で次のページ図面がありますが、16ページの方がこれ土地所在図。はい、で17ページの方が地籍測量図。はい、もちろん同じ形状です、ね、ただ地籍測量図の方が詳しくて、なおかつ大きさ的にもこれ倍ですね、土地所在図の、まあ、倍の大きさ、ね、これは現地を縮尺250分の1で書くとこんな大きさになりますよ、ね、土地所在図の方はこれ500分の1の縮尺ですよ、ね、で土地にしても建物にしてもこれは250分の1か500分の1の縮尺でしか、まあ、作成することはほぼほぼないです、ね、今までの試験において他の縮尺が出てきたことっていうのはこれないので、はい、まあ、レックで販売している三角定規というのも、まあ、このように2枚セットになっています、ね、でこれはちょっとまあ今はねあまり気にしないでいただいて、私が個人的に滑り止めでつけているだけなので気にしなくていいですけれども、縮尺この真ん中のところにねこれ書いてあります。250分の1の縮尺でこの目盛り振ってますよ。でこっちの向きにするとこれ500分の1の目盛りということになります。でこれを使って書いていくということになるんですね。はい。でもうちょっと時間もないので簡単にささっとね、やってしまいますが、皆さんはちょっと画面をね見ていてください。三角定規実際にこんな風に使うんだよっていうのを、はい、図面用紙の右半面に座標値、これをプロットしていきます。プロットっていうのはまあこれ座標値を落としていくっていうことです。はい、で土地の場合は250分の1の縮尺で書く場合こんな風にね定規を配置します。はい、そして左側が固定定規、右側がスライド定規。はい、でまずは座標の軸を取ります。はい、縦軸、そして横軸。はい、これちょっと今上に取りましたけれども、もちろん最初の方はね下でもいいです。はい、で目盛りの切れのいいところ、この30のところを0というふうに考えて、10、20、こうやって自分で座標軸を作ります。はい、でこっちが y ですよね。思い出してくださいね。縦が x、横が y です。はい、でこちら側も0からここが10でここが20、まあ、このままなのでね書かなくてもいいですけれども、こんな風に自分なりの座標軸を作って A 点は X が7ですよ、ここが5で7ここですね、で Y が0です、ということはここが A 点で、 B は X が18、Y が22、ここです。これが B 点。で、C は X が8、Y が24、ここが C。で、最後 D は X が0、Y が3。はい、これが D 点。はい、このように ABCD 各引っかい点をプロットしたら、あとは線を結んでいくだけです。
こんな風に ABCD、はい、見取り図のね形状と比べてもらって、同じようなものがねこれ描けてると思います。はい、であとは必要な記載事項として地盤だったり林地の地盤だったり道路っていう表示だったりね、こういったものを入れていくということになります。はい、いかがでしたでしょうかね。書式の学習というのはこのように、まあまず問題を解いて、でその問題のポイントポイントを解説することによって、いろんな登記の申請書、これを作っていくことになります。今日は土地の表題登記ということでしたけれども、土地の登記も地目の変更だったり、あとは面積の構成だったり、構成という言葉は今ちょっと初めて私ね申し上げたと思いますけれども、構成となるとこれは後発的に出た不一致じゃなくて、もともと登記記録間違えちゃってたっていうような場合ね、まあこういった登記の申請もあります、ね、で建物になったら土地よりももっともっと登記の種類が増えてくるので、まあなかなか大変です、ね、ただ理論の学習よりも眠くなることはないと思います。常に手を動かしていないとこれついてこれないのでね、ということは、比較的楽しんでできる講義になるかと思います、ね、ですからまあ皆さんも興味を持っていただいて、あ、これだったら最後まで続けられそうだな、ね、これだったら合格にたどり着きそうだなっていうふうにね、もし少しでも感じていただければぜひ、ね、一緒に頑張っていきましょう、ね、まあ、とにかく受講料も決して、ね、安いものではないので、とにかくいろんなところとね比べていただければいいと思います、ね、でも皆さんをまあこう退屈にさせるような講義はなるべくねしたくないので、一生懸命こちらの方も頑張っていきたいと思います。で当然目指すところは一発合格というところですからね、そこを目指して一緒に頑張っていきましょう。はい、ということで、インプット完成講座無料体験ということでね、ガイダンスの方は、このあたりで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。